こんにちは、まるさんです。ついね、本屋さんとか、コンビニとか、そういうところで、目に留まった雑誌でね、つい買ってしまう雑誌があります。しばらく実は、これはなっていう雑誌がなかったんですが、なので、結構ね、雑誌の紹介開いちゃってますけど、ついこの間、本屋さんで見つけました。やばい、これ。これです。ブルータス。特集、本屋好き。本屋好き。ですよね。ちょっと見てみたいと思います。はい。ブルータス。本屋好き。時々ね、ブルータスはね、こういう本屋さん特集とか、本の特集とかね、本と映画とか、そういったのがありますけども、これもなかなかいいです。本屋好き、丸。書を探しに町へ出よう。昔ね、寺山修司さんの、なんだっけ、書を捨てて、町へ出ようみたいなのありましたけど、その、あれの、文字入りというか、引導です。で、これ、ブックインブックで、名物、ブックセラー、書店員がいる町の本屋50というのがね、この真ん中にちょっとサイズがちっちゃい、ちっちゃいサイズが2つ入ってんだよね。その本屋、ブックインブックがね、実は2冊入ってるんです、これ。ちょっと見ていきたいと思います。広告がありまして、本屋好き、町の本屋、最新書。いろんな新しい本屋さんがあります。いわゆるね、何でも揃、ある意味何でも揃っている、総合的な書店ももちろんすごいんですけど、今、地域にですね、結構個性的な書店がたくさん生まれているなという感じはします。やっぱりね、読書離れとかあるんですよ。活字離れとか実際あるんですが、でも一方で本があるところに人が集まったりとか、本屋さん、あるいはその本屋さんの機能を持った別のお店、カフェだったりホテルだったり、そういったところに人が集まるという傾向が実はあります。それをね、結構なんでかなってずっと探ってはいるんですけど、これも多分ね、そういうところを刺激する雑誌です。作家の本屋パトロール、面白いですね。変愛古書店カルテット、いろいろあります。ちょっと見てみます。広告がずっとありまして、カミングスーンなどいろいろありますね。本屋好き、このね、白熊くんが可愛いよね。この白熊くんがね、これね、僕もね、白熊手ぬぐい持ってるんですよ。こういう白熊手ぬぐい、まあいいや。白熊さんです。続いていきます。選書に独自のセンスが光る町の本屋がどうやら増えているようだ。だって僕らは本屋好きっていう感じですね。これね、ここにあるんですけど、これ多分ガラスの向こうに映ってるやつなんです。これなんて書いてあると思います？これね、ブックス流氷堂って書いてあるんです。ね、流れる氷と裏だからね、読みにくいけど。どんな本屋出てるのかな。このちょっと暗めの渋い感じの町の本屋最新書ですね。鶴亀書房とかあります。で、続き、何気にこの子がいます。本屋好きですね。鶴亀書房さんでしょう。これね、やっぱりマニアックだよね。パッて本のページ見れちゃえばいいんだけどね、それは本当怒られちゃうので、何が書いてあるかだけ、読みます。本のあるところ、アジト、あ、かっこいいなこれ。それから、なんだろうこれ、プラチアブックスって読めない、ごめん。本屋さん、ほんとちっちゃいね、一坪本屋さんみたいなのもあれば、結構大きいやつになりますね。これはどこ？トイブックス大阪店ですね。あ、ここに出てるちょっと面白いのが、八戸ブックセンターって面白い、本屋さんがあります。ここは実はですね、公営なんですよね。八戸市が経営している図書館のような、でも本も売ってる本屋さんだったりとかします。これ近くに行っていく、この市に本屋さんがないというところから作ったそうなんですけど、八戸ブックセンターさん出てますね。6月の水曜日、ネオ書房、このね、ネオ書房がね、僕には結構ハマってます。
これ切通利作さんっていう方の本当にすごいの、怪獣のソフビがあるし、正面昭和メカゴジラ、鋼鉄図鑑とかね、少年キングとかあります。この何気に右上にあのこれね、ウルトラマン X に出てくるんですけどね、アンドロイド10っていう、あの、モガミモガさんが表紙になってますけど、なんてます。これこういうマニアックなやつがやばいよね、他には、まあ、吉祥寺より西に宿る古本屋の新生ということで、いろんな古本屋さんが紹介されてます。これね、もう見てるだけでね、これ、あの、なんか本屋さんに行った気分にちょびっとなれるので、結構嬉しいです。神保町の本屋さんとかね。あ、今度今古本市があるので、それに今度行ってくるかもしれないです。あ、それも撮っとこうかな。オンライン書店ですのもあるし。まあ、本屋さんが面白いのは、まあ、どんな本があるかっていうのと、それからどんな本の見せ方をしているかっていうのも面白いですよね。あ、これブックインブック。全国の名物ブックセラー、書店員さんが集合。あの店の本棚50。本屋さんのね、書店員さんもなかなか凝った人いますよ。最近どこだっけ、日本橋じゃない、東京駅のそばに、あの、台湾の本屋さんができたんですよね。知ってます？なんだっけ、製品書店、なんだっけ、どっか出てたと思うけど。あ、これだ。製品生活日本橋店。これができました。確かに台湾のお店が日本に進出ってことで、ちょっと期待してます。いつか、近々また東京に行くことがあったら寄ってみたいなっていう本屋さんですね。それから、あ、これありますね。箱根本箱という、あの、箱根にある、リノベーションして、まあ、本のあるホテルができました。正直言って、あの、安くないです。結構、高級感があります。行きたいなと思ってるけど、なかなかね、一人じゃ行けないので。はいですね。から、ここは、そうそう。ジューンステイ東京とか、ここも面白そうですよね。あ、ここはね、そうそう、内沼さんが関わってるんだ。沼ブックスの関わってるのね。というのがあって、ずっと行きますと、またファッションとか出てくるんですが、ブックインブックのね、もう一個はね、ちょっと面白くて、どこだっけ？あ、これだ。コーヒーメーカー。まあ、これはね、ブックインブックといっても、多分広告だと思うんですけど、コーヒーメーカーです。デロンギのコーヒーメーカーと、それで入れる本、コーヒーとかカフェとか、カフェラテとかカプチーノとかと、この本がどうですかっていう、これもなかなか広告なんだけど、ちょっとおしゃれなブックインブックになってますね。まあ、そんなわけで、このブルータスですね、じっくり見ていくと結構お腹いっぱいになれる本屋さん巡りができる雑誌になってます。今実は僕も新しい、まあ、図書館というか本のある場所を今、作り始めようとして、まあ、取り組んでます。ここのですね、まあ、山中湖からちょっと離れてるところなんですが、八ヶ岳というか山梨県でいうと北杜市という言い方をするんですけど、そこにある清里という場所がありまして、そこの古い、まあ、古いじゃない、廃校ですね、小学校丸ごと1校うちの NPO が借りまして、新しい本のある場所を作ろうということで今取り組んでいます。そういった時にもね、この、いろんな本屋さんの展示方法とか選書方法とか、まあ、そういったのもかなり参考になるものがありましたので、一生懸命今作っているところです。一応来年の春ぐらいにはプレオープンをしようかなと思って今取り組んでいますので、図書館とはまた一味違う、民間の NPO の、図書館作りを今取り組んでます。まあ、そんな時もね、こういったあの本の、本屋好き、こういう本いろんな書店を巡れるような雑誌があるのはとても嬉しかったです。ちなみにこれ、ブルータス、マガジンハウスでいくらだっけ、特別定価700円。税込みかな？どうなんだ？ということで、お手元にあるといいかなと思いますが、ちらっと立ち読みしてみるのも面白いかもしれません。これおすすめです。ということで、今日はこのブルータス、本屋好きの特集のお知らせ、まあ、レビューというかね、紹介でした。それではまた。
富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。